キリストイエス様、今日のこの礼拝の時をありがとうございます。あなたを讃える賛美が全地からあなたに捧げられます。そして癒したまえ、癒したまえこの地をと、私たちの祈りがあなたに捧げられています。あなたの願いは
作られたすべてのものがあなたの喜びに生きること、その喜びの中であなたを礼拝するところにあると信じています。どうかこの礼拝を通し、あなたの喜びが全地に満ち、そしてあなたの願いが全地になりますようにと祈ります。これからの礼拝の時をあなたの御手に委ね、主イエスキリスト様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。主を癒したまえっていう賛美はもうたくさん癒したまえ曲があるんですけれども、この3だけは、このシリーズ 1,2,3 とあるんですけれども、なぜかこのこれまでとは違うと思ってきました。こんなこの地震から、地震の災害から、津波から、いやこの事故から、この悲しみから癒してくださいって地の方から祈りますよね。でもそして地から祈ると天も共にその祈りを合わせて祈りが一つとなり、その願いがなるとこう信じてきました。今も一緒です。でもなぜかこの癒したまえ 1,2,3 だけは天の方から先来たような気がして仕方がないんですね。天から来て私たちもその天の願いと祈りと一つになって祈る。なんかこう気象状況を見ても、こう最近の事件や事故を見ても、なんか今までにない大きな規模で、そして予想を超えるような災害が起こってますよね。きっともう天も私たちと共に癒しを祈ってくださっている、まあ、そんな時が来たのではないかと思っています。これが私はもう宇宙礼拝だと思っています。天と地の和解、天と地が一つになる。この間も何か話したんですけど、天と地が一つになる、天と地は一つと宣言するたびに癒しは一つずつなっていくと、なんかそんな思いが来たんですよね。先週でした。その天と地の和解、和解って言うと難しいけど響き合うんですよね。神様の喜びに一つとなる、その時に癒しはなるし問題も解決される。なんかその天国の鍵を神様は私たちに与えてくださっている、そんな気がします。天国の鍵いきましょう。アレルヤ、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 アレルヤ。私はに天国の鍵を授けよう。そしてあなたが地上へつなぐことは宣言を地上へ繋ぐことは
イエス様がシモンにペテロにね語られた言葉でしたけど、このあなたが地上でつなぐことは天でもつながれ、あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろう、この地上が先だというのはやっぱり不思議だと思いませんか。だって先天でつながれたら地にはつながるのに、天で解かれたら地だってそうなのに、でもあなたがって、あなたがって私たちに主は言っておられるんですよね。だからあなたが地上で解くなら、この最初の1月第一礼拝でピーター先生がこのある証を使ってね、一人の人が怒りを解くと同じ怒りを持った人たちの怒りも解かれ、そしてそれは天でも解かれるって、そういう話をされましたよね。私はこの天で解かれる、地で癒しの祈りをするときには、その癒しの祈りは天にも天でも同じようにされているという思いはもうずっとあったんですけど、この天と地は一つというところに神様の願いがあって、そこにこの癒しもなっていく。だから天と地が一つと宣言するとき、地にもちろん癒しはなっていくけれど、天にだって癒しはなっていくということ、なんかそれを知ってほしいと。で、私たちはもうそのためにこの賛美を託されている。この地上の鍵じゃないんですよね、天国の鍵なんですよね。だからこの地で私たちが祈り賛美するときに、天の鍵が、天国の鍵が使われて、天がこの地になっていくということですよね。なんか本当にこの賛美が与えられ、立体賛美がされるようになって、なんかこの御言葉がやっと分かってきた。私はだから解くこともつなぐことももう共にこの天と地の和解、それだけではない、天と地、地の下、海の中、全ての和解響き合うということですね、一つになる、そういうことかなと思いました。先月は癒し礼拝はちょうどお盆であり、終戦記念日でも当たっていたんですね。だから私はこの礼拝がねもう終わってしまったんだけれども、礼拝の中のこの祈りの時にこう思いは来てたけど言わなかったことがあって、もう一旦終わったんですね、ちょうど時間だったから。でもね、これを言ってよ、伝えてほしいと言われている声があまりにするような気がして、ここに出てもう一度話したのを覚えておられます。私はねもう礼拝も終わってるからね、本当はのこのこ出ていくとかいうのもう好きじゃないんですよ。でももうどうしても声が迫った、もうその声のとどめっていうのは男の子の声だったんですよね。ちっちゃな男の子がお父さんと一緒にこの礼拝に来てて、僕も来てるからねって、来たからねって、来たということを伝えてねってね、なんかそう言われたような気がして、それを言いました。そしたらここにおられる方がね、そうそう、私はねつい最近亡くなった方が小さい子供と来ておられたって言ったんですよね。そしたらそれは先月亡くなったね兄のことだと思いましたって。そのお兄さんはお子さんをね小さい時にというか、今日聞いたら5日目に亡くされてたんだそうです。でも男の子がどうか知らないから電話してみたんですって、お姉さんに。そしたらやっぱり男の子だったって、ああ来てたんだって、姉も喜んでいましたって聞きました。で、実はもう一つあったんですよね。この礼拝が終わった後、光子さんってね愛を言ってくださってありがとうございますって、私はね戦死したね人たちの写真をね名簿と一緒にね持ってきて、もうぜひこの礼拝に来てほしいとね願ってきたんですって。で、見せてくださったのは特攻隊のもう若き戦士たちの美しい写真と名簿でした。で、私は若い人たちがね来ておられる、ここにね一緒に、それは感じてたんですが、そしてこの一人の青年がね、それが
どうもこの名簿は見なかったんですよ。このヨちゃんかヨッちゃんと呼ばれている青年が来ましたよって、みんなを連れてきましたよ、家族を連れてきました、これを伝えてくださいって言って言ってる気がしたのね。でその特攻隊の写真を見せてもらったの、きっと来ておられたんだと思いますっていう話だったんです。でもこのなんか名前もなんか聞こえたような気がしたし、それで今日そこに来ておられるその特攻隊の写真を持ってこられた方に、ね、聞いたんですね。先月の癒し礼拝の時写真を持ってこられましたねって。その中にようちゃん、よしおさんとかようじさんとかよしかずさんとかいう名前ありましたかって聞いたんですね。そしたら私 の, いとこでね、戦死したのがいて、その子がねよしおですって、ああそうでしたかって、これはもう想像ですけどね。あ、そしてそのよしおさんというのはね、私をねクリスチャンになるようにと導いてくれたいとこでしたって。きっとよしおさんがもう天の働き人となってね、みんなをね連れてきた、家族を連れてきたって。私はその特攻隊の人たちみんなが家族ではありませんから、神の家族をね連れてきたよって言ってくれたのかななんて思いました。これほどなんかこうびっくりする、こんなことがあるのかというようなことを神様がこうして示される時っていうのはね、本当にあなたが意識してその人を、ね、ここに一緒に礼拝しようと呼ぶ時、その人たちも本当に共に礼拝するんだよって。もう天と地は一つ、まさに天と地は一つ、作られたすべてのものは一つのあなって、神を礼拝する時が来てるということを知ってほしいんだと思ったんです。今までももう本当に信じがたい癒しというのはたくさん見てきましたけれども、この神様は一人の人がですよ、本当は全部ですけど、一人の人が神を信じるためならどんなことでもされるというのはもうずっと見てきたんですね。でこのもう本当にびっくりするような、ある時ある青年が亡くなって、もうお母さんがすごく傷んでおられてね、もうこの絶対にしかし私は神は信じない、だって神がいるのに子供が亡くなったからってね、もうそういう方の時にはね祈っていたらね、その青年がね一緒に来てて、喜んでニコニコして賛美しているような気がしたんですね。でなんとなく私はその男の子の顔も見るような気がした。そんなのこの気のせいでしょうって言ってね、お母さんもちろん、いやもう そこまで言うのも分かるんです。しかしもう一つあったんですよ、私が目に浮かんでいた喜んで一緒にね賛美している青年の顔のどこかに、もう忘れましたよ、右か左かの大きなほくろがあったんですよね。でお子さん、もしかしたらここにほくろがあったんじゃありませんか、だってとっても大きなほくろがなんか見えたような気がしたんですって言ったら、お母さんが写真を出してこられたらね、本当にそこにほくろがあって、こんな不思議なことを神様が見せられるというのはね、本当にその信じてほしいんですよね、知ってほしいんですよね。神様 そこまでのことをしてね、この子はね肉体は死んだけれども死んではいない、生き続けてるって、あなたが賛美するとき礼拝するとき共にいるんだよって、もう私最高の癒しをね神様は、してくださったんだと思いました。あ、もちろんそのお母さん信じる人になられましたよ。で天と地が一つとされたのはもう一重に一つのことがあるからです。キリストの十字架がなったから、十字架がなければ天と地は隔てられたまま、もともと神様が私たちを作られた時は喜びを持って作られたし、私は喜びにあふれていたと思っています。でもそこから罪が犯され、天と地は隔たれてしまった。しかしその罪を、ね、許し取り除く十字架がポンと立てられたことによって、再びこの隔ての
長垣は取られ、天と地は一つとされた。今、ね、私たちはそのことを知り、そのことが表されるのを見る時が来てると思う。まだね、完全ではありません。でも私たちがそれを信じれば信じるほど、意識すればするほど、だから天の人たちを呼べば呼ぶほど、いや神様の願いはこの作られたすべてのもの、この作られたすべてのものという中にはね、喜びだけではないんですよ。この神様は光も作り、暗きをも創造された方ですよね。でもそれは十字架があるからですよね。その暗きも病も罪も全部この礼拝の中に呼ばれ、賛美するものとされる。そういう癒しがね、根こそぎの癒しというし、時を超えた癒しとも言いますが、そういう癒しがなる時が来ているのだと思います。その十字架、もうこれをイザヤ53章を賛美し始めて、もしかしたら2年ぐらいになりますかね。もうあとちょっと、来年のイースターくらいには終わるかなと思ってますが、本当にこの作られたすべてのものの礼拝、ね、もう宇宙礼拝と言われてもこの時が来て、こんなにイザヤ53章をね、もう繰り返し繰り返し、もうこれでもかこれでもかこれでもかでしょ。でもなんかそこに神様のね、この十字架があったからなんだよって、この十字架をね見失ってはならないんだよって、これさえ、ここの信仰にさえ立っておけば、あとはなんかもう全部大丈夫と言っておられるような気がして仕方ありません。では今日は先月に続いてイザヤ53章10節の B です。ちょっとさっき日本語を出してみてください。イザヤ53章10節の B です。しかも、あ、これ A が最初です。しかも彼を砕くことは主の御旨であり、主は彼を悩まされた。ここを先月だったんで、今日は彼が自分を咎の供え物となすとき、その子孫を見ることができ、その命を長くすることができる。ここまでが本当は B だったんですけど、ちょっとした間違いでその子孫を見ることができるでちょっと止まっていますが、来月ね、ここの続きをさせてくださいね。そして最後まで読んでおきます。かつ主の御旨が彼の手によって栄える、ね、このもう主の御旨というのは主の喜びだと最初ね、彼を砕くことは主の御旨であり主の喜びである、主は彼を悩まされた、主は彼を病とされたとも訳すことができます。彼が自分を咎の供え物となすとき、彼が自分を人の罪の生贄となすとき、その子孫を見ることができる。今日ここでやめてしまったのは、その命を長くすることができるっていう、ロンガウィエムのところなんですけどね、長く命を長らえる子孫を見ることができるとも、アラテン語は訳すことができるので、そこで止めてしまいました。しかし、その命を長くすることは、せっかくだから、そこまでも、来月続けます。で、このその命を、この口語訳は、ヘブル語訳に近いんですけどね、その命を長くすることができるっていうのは、子孫の命を長くすることができると読む人もいますが、この彼がね、命を長くすることができると私は、ただ寿命が長くなるとか長生きするという意味ではありませんよ。永遠の命に生きるものとなる。だってよみがえりの命は永遠ですからね。もうその永遠の命に生きることができるのだって、この自分をね、咎の供え物とする、十字架に死ぬ時ですよね。もう永遠の命に、子孫は命を長くすることができ、主ご自身も永遠の命に生き続けられると私は捉えています。ではラテン語へ行きます。Thank you.
途中で止まったのはもうすでにこの賛美練習の時にね、この言葉の訳は聞いておられますが、でもやっぱりもう一回し、もし、あるいは時です。ポスエリット差し出す、差し出す時、プロために、ペッカート罪、罪のために、アニマームが命です。そしてスーアム、彼の、だから罪のために彼の命を差し出す時ですよね。ウィデービット、さっきのビデオ、ビデオって言って、ビーって言ってたから、これビデオと一緒で見るなんですね。でラテン語は V をウィって発音するので、ウィデービット、セメン、子孫です。ロンガエウーム、ながらえる、ながらえる子孫を見るであろう。あるいはもうそれセメンロンガエウムだけでその命を長くすることができると、こう続きます。でこれをね、覚え方は機能もしたし、また別な方からもらって、私は自分が覚えやすいように使ったんですけど、まあ、C はまあまあ C、まあ、もしとか時でも C は覚えてて、ポスエリットは2人ともポカリスエットって言ったんですよね。ちょっと違いますけど、カーはないんです。ポカリスエットをプロのペッカムと、ペッカムさん、ペッカートっていうのは罪ですけどね、プロのペッカムとアニマーム、動物が吸うよって、まあ、熱中症の時にねしまった、さっちゃって吸うよって。でウィーデイビッドは、ウィー私たちダビデって、あるいは見るでね、もう簡単ですよね、ビデオの見るというと見るであろう。セメンが子孫です。ロンガエウム、ロングはまあ長いからなんとなく分かりますよね、ながらえる、その子孫を見ることができ、ね、その命を長くすることができるとなっています。ではもう一回ここを共に賛美しましょう。さないでくださいね。そのウィデビット、まあ見るであろうだったんで、見ることができるだったんですけど、私たちダビデの、デイビッドですね、ダビデの子孫、セメン、まあ、これは子孫ですけどね、はロンガエウン、ながらえると、こうちょっとこうね違いますけどね、こうちょっと変えたら覚えられますかね。もうそれで時々このおかしな表現ね、プロのペッカムとアニマム、動物がなんて言うとね、もうなんか覚えられるでしょ。そして実は実際の時に間違ってもね、もういいですからね。罪のために彼の命を差し出す時です。それではちょっと8節のところを、ここでね、今流れることが、子孫をね見て見ることができる、流れることができるというところを今歌ってましたよね。その時、
8節ですよね。8節、もうだいぶ前にあったところですけど、彼は暴虐な裁きによって取り去られた。その世の人のうち誰が思ったであろうか。彼は我が民の咎のために打たれて、生ける者の血から断たれたのだと。このヘブル語のこの聖書、こうも繰り返し繰り返し同じことをね、言いますが、この特に最後の生ける者の血から断たれた、この時に私はこの断たれるというのはね、花がまるでね、花の首から直近とね切り落とされるようなものだって、なんかそんなイメージが湧いたんですね。本当に断たれちゃうんですよね。ということはもう花が直近と花の先首から切られたら種もできないでしょ。この今10節でやってる洗面子孫ですけどね、これは種という意味でもあるんです。でだからここで断たれたけれども、供え物と自分がね、この十字架に、もう10節言ってください、咎の供え物となすとき、その子孫を見ることができる、これはもう種でもあるんですよね。育っていく、見ることができる、その命を長くすることができる。でこの先ほどのその力、断たれた、そして10節だったかな、10節でしたかね、10節の A です。次10節の A、 今日の A のところ、しかも彼を砕くことは主の御旨であり、主は彼を悩まされた。ここはこのこれはほぼヘブル語訳ですけど、ヘブル語も直訳するとこのしかも彼を砕くことは主の喜びであり、主は彼を悩まされた。先ほど言いました、主は彼を病とされたって、病とされた、病そのものとされたとも訳すことができる。ハワイ語と似ていて、ヘブル語というのもいっぱい訳があるんですね。そして悩ますともあるし、苦しまされるともあるし、病にするともある。でこの主は彼を悩まされたって、ここをね、主は彼を病とされたってまあなんということかと思いますけど、ある訳は病の中で彼を砕くことを喜びとされたとかね、まあ、これは主は彼を病とされた、この病とされたというのがずっと心に残っているからでしょうね。パウロが語った罪の罪を知らない方を罪とされたという言葉がもうずっと響いていました。ちょっと見てください。第二コリントの五章です。神は私たちの罪のために罪を知らない方を罪とされた。それは私たちが彼にあって神の義となるためなのである。パウロは本当に主の十字架のことをね、見ていて、もう本当に十字架上の主しか知るまい、もうその決意というか信仰はすごかったですよね。でここです、私たちの罪にする罪を知らない方を御子を罪そのものとされたと、ここはそう訳せるんだそうです。罪そのものとされた、それは私たちがキリストにあって、彼にあって神の義と、神の義っていうのは神が良しとされる、喜ばれることですよね。だから神の喜びというのは礼拝にあるから、私はもうこれを言い換えました、自分なりに。神は私たちの罪のために罪を知らない御子イエスキリストを罪そのものとされた。それは私たちがキリストにあって神の喜びとなり、神を礼拝するためなのである。だって神様の喜びは礼拝するところにあるんですもんね。そうするためである。
彼が彼の命を罪のための生贄とするとき、彼は子孫を産み命を長らえるであろう。命を長らえるというときに、やっぱり浮かんでくる言葉は、見よ、世の終わりまで私はあなた方と共にいるって。だって世の終わりまでいるっていうことは、もうどんな時もですよね。もうどんな時もいつもずっと共にいてくださる。なんかこの主がご自分を咎のための生贄とされたことによって、供え物とされて命を差し出されたことによって、いつまでも生きる、いつまでも生きるというのは、同時にいつもあなた方と共にいる、あなたと共にいるっていうことですよね。で、主が共にいてくださる。私たちはこの十字架があるから今があり、この命があり、十字架があるから天と地の和解があり、十字架があるから私たちは賛美し礼拝することができる。もうすべての中心、真ん中に神の御子が、神の御子ともあろう方が、私たちの罪のために十字架に死なれた。私たちの病のために病となられた。私たちがもはやその病に苦しむことがないためです。この主の十字架がね、もう本当にこの癒しとして迫ってきます。実は今日は、私はこの癒しのことを、癒しの、まあ、進化っていうと、なんか癒しがね、この進んでいったっていう感じがするので、それを言うのは嫌なんだけど、なんか歴史みたい、もう癒しを神様が見せてくださって、それがどんな風になっていったかということをね、話した。そして今日はできませんけど、賛美もね、どんな風にこの変えられていったかっていうことを語ることが、なんか神様がこの十字架にね、願われたその願いがなっていくのが見えることだと思います。もう今から28年前になるに近いんですよね。白い鳩の日、これは神様の聖霊に打たれて私がポーチで倒れた日ですが、その日まず最初に友達に誘われてランチをしたんですね。でそこに親友のスーザンっていうのがいて、このスーザンがそのランチの席上を私に見せたんですよね。この私のひどい足を見てよって、足から太ももから、もう下腹部、おへそのあたりまで、もう茶色い湿疹というか皮膚病がね、ぶわーっといっぱいだったんですよね。そして痒いのと苦しいのとで、どうにもならない、医者行ってもどうにもならないって言ってました。で、私はちょうど白い鳩の日ですから、白い鳩に打たれてね、白い鳩、白い鳩、白い鳩って言って、もう思いがありながら行った時で、もう彼女たちと会ってる時はその白い鳩という声は聞こえませんでしたけど、まだ何にもこの白い鳩が何か、どこから来たか、何のために来たかも知らないし、癒しという言葉もキリストの癒しって意味ですよ、知らない時でしたが、このスーザンの見てね、かわいそうと思ったんですよね。まあ、本当かわいそうと思って、でその日は別れて、そして翌朝ですよね、もうあんまり寝られなかったけれど、翌朝もう私はもう全身のかゆみで目が覚めて、でびっくりして目が覚めたけれども、まあなおびっくりしたのは、これはスーザンのかゆみだと思ったこと、なぜそう思ったのかもわからないんですよ、スーザンのかゆみだって。そして時間が来るのを待ってスーザンに電話をしたら、彼女は治ってないって言ったけど、いや治るからねって言って電話を切ったら、なんと30分後に彼女のその全身の湿疹は消えてしまったんですね。でこれがまだこの白い鳩によって死には出会っていたけれども、まだ何にも分かっていない時の起こった癒しの第一号だったんですね。手を置いたわけでもないし、祈ってもいない、しかし神は癒してくださる。なんかもう
そういうことを神様は見せてくださってたんですよね。で、それから、約2週間から3週間した頃、次は娘だった。もうこれはもう本当によく話してるんですけど、短くします。娘がね、ある晩もう歯茎を腫らしてね、この寝られないって言ってギャンギャン、もうただごとじゃない泣き方をするんですよね。もう小指の先からひどいところは薬指の先ぐらいの丸いボールがもう口のこの歯茎の間から飛び出してたんですよね。まあ、えらいこっちゃと思ったけど、どうしていいかわからないし、深夜だし、そんな救急車呼んで行くのもこれは大変だって。その時にたまたま病人に手を置けば癒されるという本を読んでたんですよね。聖書にはあります。あ、これだけはちょっと見ててくださいね。信じる者には次のような印が伴う。まあ、私の名で悪霊を追い出し新しい言葉を書く、蛇をもう掴むであろうって。まあ、ピーター先生、蛇ももう怖くないですよね。掴むであろう、毒でもですよ。また毒を飲んでも決して害を受けない。次なんです。病人に手を置けば癒される、これ読んでたんですね。そしてこれしか方法がなかったから、娘の泣き叫ぶ頬に手を置きました。そしたら2秒ぐらいでコトンと寝てしまって、朝になったら治っていました。ところが1週間後に再び同じことが起こって、娘が飛んできたんですね。ママまた痛いよって、歯が痛いよって。で、今度はね、本当に不思議な偶然だったんですけど、こうして奥に置きづらい場所に来たもんだから、私は左手をそっと置いたんですね。そしたらね、娘が違うよって、そっちのお手手じゃないよって、あっちのお手手って、私の右の手をね、こうして持ってったんですね。で、えっと思ったけれども、置くと本当にまた治ってしまった。で、今度はそう、医者へ行ったら、医者がね、こんなね、すごい治った跡があって、よく高熱が出ませんでしたねってびっくりしました。で、私はそうかって、神様の、ね、手を置けば癒されるって、ああ神様の癒しだ、ピーター先生はそうおっしゃったと思います。で、そしてその後から私はいろいろ病の人や苦しい人を見たら、右手を置いて祈るようになりました。なぜ右手なのかというのは、このイザヤ書にあります。この嬉しいとこですよね。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。なんかね、神様がね、右の手を持って私たちを支えてくださるなら、あるいはまあ娘がね、右のお手手って言ったもんだから、まあ、それから右の手を置いて祈るようになりました。しかし、もう何百人という祈った頃ですかね、この右手をね、置いて祈ってもらってるけど、左手だったらどうだろうって言い出す人がいました。それで、そっかって、まあ、私もちょっと関心もあったので、その人に左手を置いて祈りました。あ、そしたらもうその人がね、あ、癒されましたって、もう同じだったんです、左手を置いても。ただまあ気のせいかもしれませんけど、私は右手の方がカンフタブルだった、楽だった。左手を置いて、なんとなく、でもまあ気になっただけで。そしたらさらにですよね、足だったらどうだろうっていう人がいる。ちょうどね、集会の後ね、もう何十人も祈った後で疲れてるでしょって、誰かがこう背骨をマッサージしてくれてたんですね。で、暑いから足は素足だったんですよね。ここに乗らせてもらっていいでしょうかって言ってね、これお医者さんだったんですよ、しかし今思い出しますけど、それを乗ったんですよ。そしてその方もどっか痛かった、でもうすぐに癒されて、もうその人はね、びっくりしました。おお、癒されたってね、手よりも早いって言ってね、まあ、でもね、今ならね、分かるんですよ。私、管でしょ。だから、どこであったって一緒なんですよね。で、その頃、ある時なんか、この、食事をしてるとね、
私の横に座った人がね、このなんかこうして見るんですよね。あなたの横に座ってる私の体半分だけが熱いって言ってね、チラ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 見てね、気にしてるんですよね。そしたら、いやもうそれはもう神様の癒しですよって言ったら、やっぱり車か何かの事故で背骨をね痛めてる人でしたよね。もうそういうふうに、癒しは言ってた。しかし、それとか、もうこの一緒のね、もう部屋にいると言うだけでも、もうなんか次々と癒される。あるいはその頃集会の中ではラジオ体操の体験になって並んでくださいって言ってね、しようって言って祈ってまして、そしたらまあ 2,30 人の人はね、みんな同時に倒れる。そして癒されてましたよね。で、体だけの癒しかなって言ったら、いや心の癒しも起こっていました。でもね、それは私という人を通して主が癒してくださる癒しだったんですね。まあ、聖書にも癒しのことは分かれているし、教会にね、お礼に癒しを与えられてますよね。しかしこの人を通して癒しがなされるというのを信じる信仰は、この得てしてその人が祈れなくなったら次の人を求めちゃう。その誰か他の人が私に手を置いてくれなかったら癒されないっていうなっていきますよね。で、もう一つ問題はあったんですね。ちょうどもう何年くらいかな、もうまだまだ初期の頃ですけども、よくいろんなところに私は招待されて癒しを祈ってたんですね。ある時、まあね、白い鳩の本読んでくださったら分かりますが、1週間にね、延べ1000人の人が祈るということがあったんです。朝9時から人を祈り、また昼も祈り、そして夕方からの集会は朝方の早くて1時半遅くて4時半ですよね。祈り続けたんですよ。もうだってもう次から次へと人が来られて、そしてもう私のがんが消えましたと、この目が見えるようになりましたとか、もうすさまじい癒しが起こったら、口伝えにね、人がどん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 来られるんですよね。そして1週間で1000人、当時40代でしたけどね、40代でしたけど、もう体力的にはね、もうほぼ限界だったんです。だってだいたい1時半に終わっても、やっぱりその日乗った人のことを祈らないと寝られないんですよね。だからこのノートを書いたり祈ったりしたら、大抵3時4時になるやりませんか。それを1週間続けて、そしたら私が呼んでくださった教会の先生たちはもうダウン、そこにいたスタッフたち20代もいましたよ。でももう最後の1週間後ぐらいになってきたらヘロヘロで、もうほとんど座ってるだけみたいな感じで、私一人元気だ。だけどもうこれはもう限界がある、限界に来てるということは分かっていました。で、東京や九州へ行った時などはまだ多くても300人ぐらいだったんですけど、それでも、もうそんな続かない。キリストの十字架の癒し、まあ、十字架があるから癒しはなりますよね。その十字架の癒しがね、こんな限界があるはずがないって、もっと完全な癒しがね、あるはずだとずっと思ってきました。そしてそれが示されたのが、アシア街道ができた1993年、賛美で全ては完成するというこの賛美の信仰がね、与えられた時でした。だけどそれが本当にその通りだと、この手を置いて祈ってもらうよりも癒しは起こるんだと本当に納得しなかったら、痛みが残りますよね。手を置いてもらわないと不安だし、それが分かるようになるにはやっぱり約20年それからかかったような気がするんですよね。賛美が与えられるのを待たねばならなかったのだと思います。そして賛美が与えられても、まだまだ
なんかまだまだそこまでいかない、祈る私自身がね、この賛美の中で完成するとは信じているけど、信じてるから手も置きたいっていうね、もうその思いが強かった。今はね、もちろん病む人に手を置いて祈りますけれども、このその方の病気が癒されるためであるというより、もちろんそれも願ってるんですけどね、その方が賛美の信仰に立つように、だから礼拝の中でですよね、癒されるんだという信仰に至るために手を置くのだと、ね、今はそう思うようになりました。そして、2年前くらいから宇宙礼拝が宣言されましたよね。この宇宙礼拝が宣言されたっていうのは、この天と地、地の下、海の中、作られたすべてのものが礼拝する礼拝ですよね。このそこには、まあ、最初言いましたけれども、病も悲しみも痛みもみんな入ってる、みんな呼ばれてする。じゃあこの先に天に帰った人たちはというと、この今私たちがその賛美の信仰で、賛美の信仰を与えられた私たちが、賛美する私たちがその人たちをこの礼拝に呼ぶ、祈る、祈って来てくださいって呼ぶんですよね。そのことによってなるということが分かってきましたよね。だから宇宙礼拝はもうところを超えるし、過去にも未来にもですけど、ところをも超える。で、この黙示録の黙示録の5章のこの天の礼拝の姿が、聖書には書かれていますよね。私は天と地、地の下と海の中にあるすべての作られたもの、そしてそれらの中にあるすべてのものの言う声を聞いた。御座にいます方と子羊とに、賛美と誉れと栄光と力とか権力とが、よよ限りなくあるように。私はこの大賛美、大礼拝ですよね、ここにすべてのものが向かっていると信じています。光だけではなく暗きを、繁栄だけではなく災いをも創造された神ですよね。それらもことごとくがこの礼拝に来る。そして先ほどこの時を超えるという時にね、過去の人たちは私たちの賛美によって生まれ変われるんだって、私はそう信じてるんですけど、それを信じてる人がこの祈るとね、本当に来られると私は信じています。で、このその時を超えるという時に未来もと言いましたけどね、まだ完全には分かったわけではありませんけど、2008年、風の教会ができる直前ですよね、のメモリアル礼拝、9月です。沖縄へ行った時に、特約師が声が聞こえたのがあります。これだけはちょっとしてもらいました。この2008年9月15日の沖縄でのメモリアル礼拝です。礼拝をしている部屋はいっぱいの人なのに、最前列の4席だけが空いていました。もう部屋いっぱいなんですよ。なのによりによってね、特等席の4つが空いてたんですよね。椅子はね、真っ白でね、余計に目立ったんですよね。主に問いました。この椅子には目には見えませんが、天からの人が座っておられるのでしょうね。見えないほど大勢なのだよって。ちょうどこの8月ですよね、風の教会ができる年の8月、リトリートでもだし、そのちょっと前もそうですけど、私は待ってたんだよって、天の者が地の者と共に礼拝するということ、そう語られていたので、もう明らかに空いてたら私は天の人たちが座っておられるんですよねって祈りました。見えないほど大勢なんだよって、これちょっと意味不明ですけど、まあ、たくさんの人が来られてた。で、天に帰った人たちのことですか、
それだけではない、これからの者たちもいる、永遠から永遠の者たちだよ、白い鳩を送ったのはそのためだよ。これからの者たちってね、これが分からなかったんですよ。それで先月も実はここも話したかったんだけど、この分からないところをね、謎のまま置いておけなくて、1ヶ月の間に神様は答えてくださるかと期待して、この解き明かしを置いておきました。だって普通これからの者たちってこれから死ぬものかと考えますよね。そんな全員じゃありませんか。でじゃあ今死にかけてる人、まさかってね、こうそんなんであるはずがないとね。だって天に帰った人たちは呼ばれてきてるんでしょ。ということは、そして、先週でしたかね、もう来週癒し礼拝です、主よお願いしますよとか言って祈ってたら、これからのものというのはもうすでにこの肉体はね持っていないけれども、まだこの礼拝を知らない人たち、私たちが意識して呼ぶことによってやってくる人たち、もうだから数え切れないほどの人たちのことかなと、なんかそう言われているような気がしたんです。なんかお前たちが天国の鍵を握っているよってその時ね言われたように思いました。だから私たちはそれは天に帰った人みんな知りませんよ。でも戦争で亡くなった人、津波で亡くなった人、なんかもう本当に私たちは祈り賛美することできますよね。私たちがこの礼拝にその人たちも呼ばれることが神様の願いであると信じ、意識して祈る時、その人たちもここに来る。そして私は神様が願われたその礼拝が完成する時ですよね。まだまだですけど、する時、本当に真っことの平和がね、天にも地にもなる。完全な癒しがこの地に目に見える形で表されると信じています。神様が私たちにこんなにもたくさんの賛美を次から次へと与えてくださっているのには、神様が礼拝にかけるそんな願いがあるからだと思っています。ではイザヤ53章の、やっぱりせっかくだから1節から10節まで日本語でいいな、歌いましょう。主が、神様が御子にかけられたその十字架の願い、それは私たちにもこの十字架を見よ、十字架をむしろ喜んでほしいですよね。十字架の癒しを、喜びを、やがないよ、もう受け取ってほしい。それがなんかもう礼拝であるっていう感じです。イザヤ53章1から10まで賛美します。
イエス様、あなたの十字架の癒しをありがとうございます。イザヤ53章、この賛美の中であなたがここにおられるお一人お一人、一人残らず、そして祈っておられる方々にもその癒しを注がれたのが分かりました。目が痛い、目が重い、喉が痛い、咳が止まらない、肩が痛い、腰が痛い、膝が痛い、お尻が痛い、家族のがんを癒してくださいと祈った方に、ここにがんを持っていると言われた方に、そしてあなたの不安を、痛みを、悲しみを、病をことごとくあなたが癒してくださったことをありがとうございます。あなたの癒しの届かないところはない。あなたの悲しみに、あなたの不安に、主の癒しが行きました。悲しみの人となられた主が、あなたの、いや、すべてのものの悲しみを覆ってくださいました。あなたが喜びに生きるために、そして喜びに礼拝する、主、ありがとうございます。あなたの十字架を感謝し、癒しを信じ、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。五十三章の長い賛美の中で、もう主がお一人お一人に触れてくださることを祈りました。そして実際こう言えませんでしたけれどもね、こんなところに皮膚病ができてて恥ずかしいのとかね、耳が聞こえにくいのとか、もういろんな全部主は聞いておられる、そこに癒しが来ました。特になんか大切なご家族を亡くして、今もってこの痛みがなくならない、やっぱり悲しみの方が大きいという方に、今日はなんかああいう話をしたからでしょうね。今もね、共におられるんですよね。もう癒されています。癒しが行くのを感じました。今日はね、本当に悲しみ、あまりの悲しみに胸が痛い、痛みまで来るという人への癒しはもうなんか本当に大きかったです。主に感謝を捧げたいと思います。赤とんぼの賛美をしながら、主に感謝の献金を捧げます。
キリストイエス様、あなたの十字架をありがとうございます。そしてその十字架によって天と地は一つ、そしていつもどんな時もあなたが私たちと共にいてくださることができるようになりました。あなたが共にいてくださる、どんな時も共にいてくださるというのは喜び、力です。赤とんぼが飛ぶ季節が来ました。その赤とんぼをも愛おしまれる神様の愛、すべてのものをその贖いの愛の中に置いてくださる主よ、あなたの愛をまだ知らない人にどうかその愛を、私たちの賛美が祈りが届けることができますように。主ありがとうございます。感謝しイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。Thank you.
父なる神の愛が、御子キリストイエス様の愛が、御霊の愛がここに全地に満ちますように。アーメン。